アナンド・パトワルダンは、インドの映画監督。主に社会問題、人権問題を題材としたドキュメンタリー映画を制作しており、作品にはインドにおける宗教原理主義、セクト主義、カーストを扱ったもの、核ナショナリズムや持続可能な開発を扱ったものがある。1950年2月18日に、ムンバイで生まれる。ムンバイ大学で、英文学、ブランダイス大学で、 社会学、マギール大学でコミュニケーションの学位を取得している。1970年から1972年にかけてベトナム反戦運動に参加し、その後も市民の権利獲得運動や民主運動に関わった。神の名のもとに上映会でのパトワルダン・パトワルダンの作品はインド政府から認証を拒否されており、最終的に訴訟を経て上映されるものが大半である。 1985年に制作したボンベイ・アワーシティはテレビ放送が許可されるまでに4年間法廷で争い。1995年に制作した父・息子・聖なる戦いは2004年にヨーロッパで最も有名なドキュメンタリー映画雑誌ドックスの史上最も記憶に残るドキュメンタリー映画50に選ばれている。同作は 制作から11年後の2006年にトゥールダルシャンで初めて国内放送されたが、この放送が実現するまでに10年間法廷で争った。2002年に制作した戦争と平和非暴力から問う核ナショナリズムは中央映画認証委員会から21のシーンをカットするように要求された。パトワル団はインド政府を相手に訴訟を起こし、 その間1年近く上映が禁止されたが、最終的にパトワルダムが勝訴し、同作はカットされずに上映が許可された。同作はドゥールダルシャンでのみ、テレビ放送が許可され、2005年にはマルチプレックスで上映されている。2011年に制作したジャイビム・コンラットでは1997に発生したラーマバーイー殺人事件を題材としている。 同作は完成までに14年の歳月がかかり、パトワルダンのキャリアの中で転機になった作品とされている。バイブジュル映画祭でスピーチするパトワルダン。ありがとうございます。